こんばんは。本日は東京タワーにご来島いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデー第3部が始まります。 MC を務めます服部あゆみです。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。今日はですね、昼間より夜の方が暖かいという天気予報でしたが、私一度外に出ていないのでわからないんですけれども、そんなに外寒くなかったですか？ちょっと暖かかったみたいですね。ありがとうございます。今日いらっしゃってる皆さんにお教えしたいことがあるんです。実は東京タワーで縁結びのお願いができる場所があるっていうのをご存知でしたか？ここクラブサンサンさんがあるフロアの一つ上、東京タワー大展望台2階にある東京タワー大神宮という場所でですね、ここに祀られているアマテラス爪狼に縁結びのお願いをすることができるそうです。お守りもいただくことができるので、ぜひ皆さん五円玉を入れていい縁を祈ってみてください。まずは東京タワーからのお知らせです。東京タワーの真下で冷たいハイボールが楽しめる屋外ガーデン、ハイボールガーデン2014 in 東京タワーが期間限定でオープンしています。場所は東京タワー1階の正面玄関前。営業時間は平日が午後4時から夜10時、土曜日曜祝日はお昼1時から夜10時までです。今年は定番メニューに加え、数量限定でボリューム満点の牛タン焼きなど新メニューも増えました。こちらのハイボールガーデン2014 in 東京タワーは9月28日まで毎日オープンしています。カップルやご家族、お友達とライトアップされた東京タワーの真下という最高のシチュエーションで、爽快感あふれるハイボール、ぜひご堪能ください。またあさって5月27日火曜日に100万人のスイカーニバル in 東京タワーを開催します。東京タワーでは読者モデルスイカビューティービジュアルプレスがスイカを無料配布します。今年はイベント当日に特別ゲストとしてスイカの産地よりご当地キャラが登場し、スイカを PR してくれるんですよ。千葉県からは千葉くんと富里市の富ちゃん、そして熊本県からはくまモンが登場。もちろん東京タワーのキャラクターののっぽんも乱入します。スイカ約100個で作られたスイカタワーも必見です。カットスイカの配布や大玉のスイカが当たる抽選会も開催しますので、ぜひチェックしてみてくださいね。東京タワーではその他にも様々なイベントを行っていますので、詳しくはホームページをご覧ください。さて、毎月第4日曜日担当の国歌のカリスマガール、エリカさんをご紹介します。2011年配信限定シングルキスキスキでメジャーデビューし、女子中高生を中心に国歌のカリスマガールと呼ばれています。また告白企画と称してブログに寄せられたお悩みをもとに楽曲を作り、 YouTube にアップしたところ、 YouTube のトータル再生回数は820万回以上、現在も再生回数が増え話題となっています。そしてファーストアルバム国歌あなたへ贈る歌が発売されました。ライブ終了後にはこのステージ上で CD ご購入の方にサイン会と写真撮影会をやっていただけるそうなので、皆さんふるってご参加ください。それでは早速ご登場いただきましょう。エリカさんです、どうぞ。皆さんこんばんは、エリカです。皆さん集まってくださってありがとうございます。ついに一昨日ですかね、3日前、初アルバムをリリースさせていただきまして、今日はその、リリース後初のライブです。とっても緊張してますけれども、精一杯歌いたいと思いますので、ぜひよかったら最後までお付き合いください。ということで最初の曲聴いてください。会いたくてという曲です。会いたくて浴びなくて
エリカです。もう気づいてる人は気づいているかと思いますけれども、無視していきますよ。はい、はい、ということで、ちょっと今日はですね、若干変な声なんですけれども、緊張してるというふうに思っていただければなと思います。本当の理由を先に言うと、この前豪雨があったでしょ、東京に。
それ私は直面しまして、ずぶ濡れになってタクシーの人は誰も私を拾ってくれなくって、はい、風邪ひきました、すみません。ということで今日は頑張ってそれでも一生懸命歌います。タクシーの人ね、15人ぐらい無視されましたよ。確かにね、マッチリの少女みたいだったんでね、ちょっとこういう感じわざとやっちゃったらあれがダメでしたかね。はい、ということで今日はスタッフ2人と一緒に3人でスペシャルでやらせていただきたいなと思うんですけど、今日は最後にですね、 CD をお求めいただいた方はサインを今日させていただきますし、一緒に写真も撮りたいなと思っております。今日このこれわかる？わかる？これはですね、この裏のこちらですね。はい、これは修正してません。はい、こちらの冠を今日はつけさせていただきました。はい、本当はもうちょっと修正したかったんですけどね。はい、ちょっと肌だけ滑らかにしましたね。はい、こういうのやめろっていう怒ってるはい、ベラベラ喋らない方がいいかなと思うんですけど、東京タワーは本当にいつも毎月やらせていただいてて楽しみにしててですね、今月もすっごい楽しみにしてて、もうなんて言ったってずっとデビューしてから4年、ファーストアルバムを出すのが夢だった、やっとデビューできて、やっとファーストアルバムがこう店頭に並んで、私はツタヤに行きましてね、一人でずっと眺めて、そして5分ぐらいですね、過呼吸並みに号泣しまして、まあ、店員さんにちょっと話しかけられたぐらい変なちょっとお客さんだったんですけどね、それで話しかけられて、でどうしたんですかと、いや実はこれ私の大好きなアーティストさんのアルバムがついに出たんですよって言って、ちょっとね私がいただいたと下だったらね、上に置いてくれなかったんで、そこはちょっとすごいちょっと演技しまして、下なんですかと、もうちょっと上に置けないんですかと、私大好きなアーティストさんなんで上に置いてくださいって言って、次の日行ったらね上にありました。言ってみるものですね。皆さんの買った店舗には私はどこにありましたでしょうか。もし一番下なら泣き真似をしてください。中間だったらそっと上にチェンジしてください。はい、下がバレちゃうんでね、一番上級にあると次の日すぐ戻って戻されちゃうんで、結構こう出てるんですけどね、歌を歌うとやっぱキーが高いんでね、これ引っ張ってるってバレちゃってますかね。今日はですね、最後に私の大切な大切な曲を準備してるんですけど、ちょっとすごい緊張してまして歌えるか心配なんですけど、温かく見守っていただけたら嬉しいなと思います。じゃあ次の曲はですね、私が日テレのね、番組のテーマソングになっている鉄道発見伝という、日テレのスッキリのアナウンサー藤田大輔アナウンサーが、番組をやっている日テレプラスの、はい、番組のテーマ曲を歌わせていただきたいなと思います。皆さんふるさとはお近くですか？結構私の山梨県出身なんですけど、結構景色が変わっちゃってね、空き地だったところがトンボが捕まえられたところがもう今ビルになっちゃったりしてね、結構こう移りよく景色が早いんですけれども、でも心の中でずっとキラキラした懐かしい小学校の思い出は消えずにこう今でも残ってるよっていう、そういう歌です。はい、ぜひこれカウントあるんですかね、音も入ってる。はい、じゃあ歌いさせていただきます。聴いてくださいレール君のもとへ会いに、ちょっと待って早いから、ちょっとこれ頭さびながら、ちょっと緊張、ちょっと咳だけさせてくださいね。はい、はい、じゃあ行きますね。皆さん大丈夫ですか？はい、私だけですね、準備できないの高いんですよね最初ね。はいじゃあ行きますよ、どうぞ。輝く未来を望むのならば、もう恐れないで進め、君のもとへ会いに行くよ。もしよろしかったらありがとうございます「真実はいつだって」
りたい譲れないものが僕の今を動かしてる。見上げた空にほら優しい光が降り注いだ。真実はいつだってそこで僕を回っている。最後まで諦めないで逃げてたら何も変わらない。ああ昨日があるから今があるんだ。大丈夫愛しい人よ、二人なら何も怖くない。愛しい人よ、二人ならば怖くないさ。初めて電話をした日、初めて喧嘩した日、うまくいかない時だって、地図にまっすぐ進む、まるで今の僕の心みたいだ。輝く未来を望むのならば、もう恐れないで進め、君の元へ会いに行くよ。君の元へ写真を撮ろうとした人いる？今ならすごい可愛い写真撮れるんだけどね。さっきほらちょうど聞いた回とかでブサイクだったと思うんだよね。シャッター撮っちゃいました？今なら大丈夫なんだけど。今もういない？いやまた歌ってる最中来たら、ね、困るんだよな。はい、レールキムの元へ会いに行くという曲でした。キーが高いんだね。皆さんカラオケ歌うときは3つ下げて歌ってください。もうあと3曲すごい気が高い曲歌わなきゃいけないんで、ちょっと撮りますね。これ邪魔な、さっきからすごいすごい邪魔だったんですよね。あの、なおさん、トヨさんのなおさんです。拍手なこんばんは。あの、今つなぐ時間ですか？あの無事にですね、あの21日にアルバムが出まして、でまさかの今日レコ発一発目なんですけども、喉の調子がねこんなになると思わなかったんで、あのこのあとちょっと注意しておきますね本当に、はい。なんで私がこの喉になったか教えましょうか、本当の理由を。なんですか？言っていいんですか？はい。あれは21日のことですね。 CD が発売された夜、私はいつものように家に着こうとした時、急に電話が鳴り、今からちょっと来れないかと。そしたらですね、サプライズでみんなが待っててくれまして、今日はハメを外していいよ、何があっても僕が責任を取るよ。ハメを外しました。責任を取っていただけたんですかね？いや、
あの豪雨でやられたんじゃない。そうそう豪雨、はい、そっちにだからすり替えたら優しいじゃないですか。私今わざわざそっちにすり替えたのに奈緒さんがそういう風に言ったからなんか今奈緒さんのせいにしちゃったんですけど次に歌わせていただく曲は、私がですね、本当に心を込めて作った作詞作曲の曲です。皆さんは知ってるかもしれません。大切な人に最近告白してますか？大好きだよって伝えてますか？今日は東京タワーにカップルで来た人、恥ずかしくて好きって今日言ってないでしょ。言って帰ってください。そして今片思いしてる人、この曲で告白をしてあげてください。ということで、国風とあなたへ贈る歌のサブタイトルになってるこの曲聴いてください。あなたへ贈る歌。直接はばて言おうとか何度も悩んでやがと決めたよ。すべての思いをこの歌に託してみるよ。突然ごめんねでも聞いてほしい。目を見たらきっと言えない気がするから、初めて話したあの時から私の中で何かが動き始めた。あなたは知ってますか？目が合うだけで嬉しくて会うたびに切なくなった。でももう自分に嘘つきたくないよ。今日までずっと言えずにいた本当の何の取り柄もない私だけど、あなたに似合う人になりたい。あなたに全てを打ち明けたら、もういつものように話せないかもしれない。それでもいいと思えた。苦しくなるこの気持ちも、こんなに変われた私も信じてみたいよ。涙も分けてほしいから、世界で一人あなただけに、あなただけのもとに届くように歌っているよ。聞こえてますか？気づいてほしいよ。私の想い喜びは2倍、悲しみは半分に、あなたに寄り添っていきたい。今日までずっと言えずにいた本当の気持ち、変わらない気持ち、あなたが好き
しようもないくらい恋してます。この歌は私があなたを愛した、ただ一つの証だから、どうか忘れないでね。こんなに好きになれて、私は幸せだよ。あなたへ贈る歌、ありがとうございました。はい、あなたが贈る歌という曲聴いていただきました。おかげさまで3日前に国歌あなたが贈る歌というアルバムをずっとずっと、夢に見てたアルバムを、ついにリリースさせていただいて、なんとですね今順位が11、昨日10位だったんですけどね、はい、11位ということで、なんと嬉しい感じですかね。もうエリカの次は福山雅治さんで、エリカの前は稲葉さん、松本孝弘さん、この大御所たちに囲まれて、私はねギューって感じでいるんですけどね、まさかまさかの順位をいただいて本当にすごく嬉しいんですけど、まだまだできることならばもっと上を見てみたい、もっと上の景色はどんな景色なのか見てみたい、そんな風に思っています。きっと皆さんもお手に取っていただいている方いるかと思うんですけど、まあ、今回、みんなのことを思って中高生の、ね、ファンが多いので15曲入り1500円にしました。すごいいろんな業界の人にこんなんじゃ利益上がらないよとすごい怒られまして、ご指摘もいただいたんですけど、でも私たち利益のためにやってるわけじゃなくて、一人でも多くの人に歌を届けたくてやっているので、今回は本当にずっと今まで配信で中高生のためにすぐ買えるね配信っていうのをずっとこだわってやってきたんですけど、今回 CD にするという時もやっぱりそこをこだわってやりたいと、すごく、誓ってですね、スタッフみんなで、押し切って今回、こういった形でリリースすることになりました。ジャケットもですねちょっとギフトみたいな感じにして今回お届けしているので、ぜひもしよろしかったら大切な人にプレゼントをしていただけてもいいんじゃないかなと思います。はい、そして嬉しいことにですね、なんとテレビの出演も続々と決まっていまして、今日の夜は、ライブ B というベッキーさんの、音楽番組、明後日の夜、はい、ライブ B という、音楽番組に出ます。すごい緊張してるから見て、すごい緊張しててね、もうこんな感じで歌った、もう誰にも見てほしくない、本当はこんな感じで歌っちゃってね、間違って合唱かよみたいな感じ歌っちゃいました、ね、歌っちゃいまして、まばたきもすごいしてるんで、見ていただけたらなと思います。そして、その次にですね30日の夜には、日テレさんのですねタカアンドトシさんがやってるミュージックドラゴンという番組に出演させていただきます。これはまだねスタジオ収録だからそんなに緊張しない、お客さんのいる前じゃなかったんで、すごくかっこつけてますよ、こういう感じ。そうですね、私にとって歌っていうのはやっぱり命みたいな感じで結構言ってんでね、それを見ていただけたらなと思います。結構かっこつけてタラタラタラタって流れちゃう感じでね、結構歌語らせていただいて、はい、この二人は後ろで見てたんですけど爆笑で、だけどねプロデューサーがもうここはかっこつけていけっていうぐらいすごいカッコつけちゃったんですよね。で余計なことも結構言ってて、そこがカットされてたらいいなと思うんですけど、便秘ですとかね言っちゃったんですけどね、それをどうにかカットしてくれって今一生懸命上に言ってるんですけどね、それだけそれだけ気をつけてそれは後でで後で怒られるかなと思ったんですよ、あれ大丈夫でしたかねって言ったら、あれはなあれだけはな取り上げてほしいって言ってましたね、なおさんだけ
ちょっと変わってるプロデューサーなんですね。私たちずっと変わってきて、ここまでずっとやってきて今日まで来たわけですけれども、こんな風に皆さんの前で歌えて本当に嬉しいなって思ってます。市長選挙みたいなと思うんで、声が太いからね最近田中真紀子さんのモノマネうまいんですよ。聞く？あ、でもまだミラクルさんより下なんで、もうちょっと練習してから。今ミラクルさんに教えてもらってるんでミラクルヒカルさんにね、アリの、これをやりすぎたの、アリのままをモノマネしてもらって、これもちょっと芸人プロじゃないのかよって感じですよね、すいませんはい、ということで、じゃあ早速次の曲いきたいなと思うんですけれども、次の曲はずっと私、告白ソングのことを告歌って言いながら、ずっといろんな告歌を歌ってきました。ファンの子のお悩みをもとに曲を作って YouTube にアップしたり、いろんな企画をやってきたんですけど、この次に歌う曲はその集大成、本当にみんな片思いしてる人がこの曲を聴いて共感してくれたらいいなと思って、私もこういう恋愛をしてきたのでぜひ聴いていただけたら嬉しいなと思います。ちょっとあの一旦バツナギをお願いします。まあ、今週ですけどね、2発テレビにも出て、でいよいよもってですね、どんどん、ね、形になってくるので、この自由なスタンスでやれるのもね、残り少ないのかなって、ちゃんとパリッと やりながら、まあ、夏、アルバムもできたので、ツアーとかもねちょっと考えたりもしてるので、全国行きたいですね。どこ行きたいですか？そうですね、福岡行きたいですね、あと新潟行きたいですね、あと沖縄行きたいですね、あとグアムも行きたいし、ハワイも行きたいし、ヨーロッパも行きたいし、あとはバリ島も行きたいでしょ。それから、それちょっと バカンスになってる、バカンスちょっとバレちゃいましたはい、とにかく全国つつうらうら行きたいですね。はい、結構ね、ファンの子はみんなすごい散らばってんでね、今日来れない人はユーストリームで見ていただいてると思うんですけど、本当に楽しみにしてくれてたので、みんな今日のライブをいろんなところ行きたいなと思ってます。まあ、今年はね、それを目標にやっていけたらと思うので、ちょっと頑張りましょうね。切れてますか？切れてないですよ。中途半端じゃない？さあ、それではその曲を聴いていただきたい。うすら笑いですよ、なおさん。持ってきづらいですよ。ちゃんとやってくれないと分かんないですよ。切れてないです。それでは聴いてください。今日はアコースティックバージョンで3人で歌いたいと思います。決意の日。以上の人なんて
着だね。ブレーキなんてかけれなかった。心のままにただ会いたくて、傷つくのさえ思えた証。そう思えたの。同じ時、同じ景色、同じ未来をあなたのそばで見てたいんだよ。強がりもプライドも全部捨てたらさ、残ったものはただ一つでした。私あなたが好きです。ねえ私じゃダメですか。めぐりめぐって出会えた奇跡、あなたがいて私がいること、この気持ちをこの想いを言えるのを待ってたんだよ。泣けるほどこんなに人を好きになれたのに、何もできない私でした。でも今はこんなに胸張って言えるよ。決意したんだ、怖くなんかないよ。私あなた決意の日という曲を聴いていただきました。それでは次の曲で最後になります。ここで三谷さんと奈緒さんはお別れということで、ありがとうございました。拍手。何か一言ありますか。皆さんこんにちは、こんばんは。お台場テレビ見ていてくれてますか。僕とエリカさんで毎週回してるんで、よかったら見てください。毎月第2第4木曜日夜18時からやってますんで、ぜひぜひチェックしてみてください。アルバムをチェックお願いします。はい、ありがとうございました。三谷さんでした。これマイクはこっちで、これ大丈夫。最後に歌う曲は私にとってすごい特別な歌を歌います。いつもは、ライブではあまり歌わない曲です。今日はリリース初ライブということで、この歌をちょっと弾き語りで、下手くそなんですけど、間違ってしまうかもしれないんですけど、一生懸命弾きたいと思います。アルバムの最後に本当の私という曲を入れました。この曲は私が小さい頃からこの年になるまでずっと誰にも言えなくて隠してた本当の私のことを告白した歌です。とても恥ずかしくて
やっぱり今日も今も歌いたくないんですけど、それでも頑張って歌いたいと思います。今一生懸命頑張って恋してる人、そして夢に向かって頑張ってる人、そして本当はこんな自分じゃないんだけど一生懸命頑張って生きてる人に聞いてほしいなって思います。これ椅子もちょっと下げられますか。それでは聞いてください。いつもねこれ 歌えたくなくてここ長くしちゃうんですけど、歌います。聞いてください。私ねずっと言えずにいたことがあるよ。本当はね自分が期待、いつも頼ってばかりで何やってもうまくいかなくて弱音ばかり吐いてた。人見知りだって知られたくなくて無理に頑張りすぎるから、片手に一人で辛くてでも心配かけたくないから平気なふりしてたよ。失ったものばかりたくさんあったよ。でもどんな心が傷ついてもこの夢は守りたかったんだ。私はここで生きてみせるよ。信じた道を歩いてゆく。まだ遠くて見えなくても私は私らしく輝きたい。大人はしないでその場しのぎを繰り返す。飾られた言葉の中で本当の言葉だけ探すのはやっぱり難しいよ。誰にも言えなかった、言えるはずもなかった。居場所も答えさ
会の路地で夜歌ってた。あの頃の私に伝えたい。泣かなくていい、心配ないよ。あなたが誇れる人になるから、私はここで梨花さん、ありがとうございました。ごめんなさい。大丈夫ですか？大丈夫です。ちょっとしっかり飲んでいただいて。はい、すいません。はい、ありがとうございました。あー、緊張した。梨花さんでも緊張するんですね。いやー、ちょっともう手がもうめちゃくちゃ震えて、本当にでも聞いていただいて皆さんありがとうございました。おぼつかなくて、そしてなんかちょっと声もちゃんと出なくてすいませんでした。でもありがとうございました。はい、私も MC で出てこなきゃいけないのにちょっと泣きそうに。ありがとうございます。そうでなっていました。 CD 買ってくれたんだよね。ありがとうございます。買いました。後でサイン会も後ろに並ばせていただきますので。ありがとうございます。はい、でもそんなアルバムを発売されたばかりということで、はい、発売後初のライブですよね。そうです、初ですね。はい、今どんな気持ちですか？いや、なんかもうすごいみんな最後まで聞いててくれてありがとうございました。嬉しかったです。みんなにも本当支えられて今あるので嬉しいです。ありがとうございます。このアルバム自体にもプレゼントのようになっているってことで、はい、エリカさんとエリカさんからのエリッシュへの思いっていうのもすごい感じられたんですけれども、エリッシュの皆さんに改めて言いたいことなどあればぜひ。はい、全国のエリッシュ、そして会場にいらっしゃってくれた皆さん、本当に今日はありがとうございました。これからもちゃんともっともっとちゃんと歌っていけたらと思ってます。こんな私ですけど、これからもよろしくお願いいたします。今日はありがとうございました。そんなエリッシュに向けたアルバムということで、その15曲をどう選んだのか、すごいたくさんいろんな声があって、いろんなテーマがあったと思うんですけど、15曲はね、全部アクセスがね多かった順から入れました。で、本当は10曲だったんだけど、結構これもこれもってみんなが言ってくれたから、もう全部入れちゃえみたいな感じで全部入れました。はい、昨日ツイッターを見ていたら、エリカさん10位だっていうのが拡散されていてエリッシュの底力っていうのがありますよね。エリッシュ本当すごい。でも本当に大好きなんです。本当にありがとうございます。そのいつもエリカさんがエリッシュの方に向けて手書きのメッセージっていうのを書かれてると思うんですけど、いや、ちょっとね、書けない時もあるんだけど、なるべく書くようにして、はい、お返事してます。愛を感じられますね。いや、もう本当ダメだよね、今日とか。ちゃんと、はい、もっと頑張ります。はい、その言葉からもいろいろ伝わってくるんですけれども、この後ステージ上で皆さんに向けて、サイン会とか握手会、握手会じゃない、ステージ上で、あ、はい、そうなんだ、ここね、いつもは右手の物販なんですけれども、あ、ステージ上で写真撮影と、このクラブ333祭の背景の前で、あ、もう皆さん、あとね、もう一つ、実は第一交渉さんのダムの方で、7月7日七夕になんとイベントをやるんですけど、みんなで、ファンのみんなともっとがっつり話したいと思って、みんながカラオケで私の歌を歌ってくれてるんで、私もそこに一緒に行って歌いたいなと思って企画してます。招待するので、2組20組全部で40人。あ、合ってる？
10組20人そう20組40名はいです。よかったら来てください。ぜひそのカラオケのイベント、そうなんです、エリカさんとカラオケに行けるという、はい、みんなで歌いましょうイベントですので、はい、ぜひ皆さん振るってご応募ください。はい、よろしく。あ、10組20名それ全然違いました、すいませんはい、10組20名様です、よろしくお願いします。はい、ということで、あ、はい、でも私ちょっと今日やりたいことがあったのでいいですか。あのエリカさんのアルバム発売でおめでとうってみんなから言いたくないですかってやりますよねっていうので、みんなでせーのでおめでとうって言わせてください。おー、はい、じゃエリカさんと私が言ったら皆さんおめでとうって。あー、みんなね結構ね言わないの、こういう時あんま私のファンの子たちは言わないんだけどね、日頃の思いを。はい、よろしくお願いします。エリカさんおめでとう、ありがとうございます。どうもどうもありがとうございます。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。この後のサイン会&握手会、握手会写真撮影会も、はい、ぜひ皆さん振るってご参加ください。はい、よろしくお願いします。エリカさんでした、ありがとうございました。皆さん大きな拍手でお送りください。ありがとうございました。片付けますので、はい、飲み物などの喉を潤して